ボス、フェーズ1は成功です。繰り返し。警告、これよりセーフエリアを離脱。注意、新たなエージェントが部隊に加入しました。エージェント、ドクター・カンデルよ。これから出会う市民を守ることがいかに重要かを伝えたいんだ。計算上ではドルインフルを生き延びた人がいるはずよ。つまり彼らは抗体を持っていて、状況を打破するにはそれが必要なの。感染者に関しても、様々な遺伝子のウイルスのサンプルを手に入れることで、ウイルス変異率の把握に役立つの。手短に言えば、私が必要なものを手に入れるまで死なせないでってこと。わかった？よし。注意、機能しているエコービーコンを検出。やった。体に悪そうだな。ほら、これで最後だ。完全車に警戒しろ。容赦するな。容赦するな。